あの、シールケさん、折り入ってお願いがあるのですか。はい？私に魔術を教えていただけませんか。ファルネーゼ様、今なんと。へえ、ファル兄ちゃん魔女になりてえんだ。へえ。トロールの一件以来、私ずっと考えていたんです。あの時は正直心が震えました。恐ろしさと感動のあまり、あなたの起こした奇跡、魔術という見業に、私は初めて足を踏み入れた未知の世界で、ただ膝を抱えて縮こまるだけの無力な存在でした。でもこんな私でも誰かを守らなければならない時があって、その勇気を与えてくれたのがキャスカさんと、あなたにいただいた一振りの魔法の探検なのです。でもあれはただの銀のナイフで。なんか聞いててこそばゆくなるわ。言うことがいちいち大げさで。私にとっては紛れもなく魔法の探検でした。はあ。フローラさんはおっしゃいました。大いなる謎を受け入れ、世界の内より万象を探求する、それが魔道であると。もし未知なる闇を照らす断りの光があるのならば、どうかこの私にお授けください。魔術とは本来物心つく頃から修行を始めないとなかなか身につかないと言われています。それは何よりも、人は年を重ねるほどに目に映る宇津世という世界観に縛られて、その固定概念を打破することが難しくなるからです。でも散々恐ろしい目に遭ったファルネーゼさんなら、その心配はなさそうですね。私自身まだ修行中の身ですが、手ほどきぐらいならできると思います。よろしくお願いします、先生。ザー、ファルネーゼ様、魔女取りが魔女に。イシシシ、ファル姉ちゃんらは水浴び中。ここは子供の特権を使って一緒に。ギャバーク。退屈しのぎにはちょうどよい。キャスカは返してもらうぞ、クリビス。キャスカさんはどこ？オードをたどります。ちゃんと守ってちょうだいよ。試させてもらうよ、ガッツ。でも湧いてきますね。受けてみろ。
戦追を受ける者はおるか。盾に傷一つつけられぬ。敵が少ないぜ。魔術で援護します。私に力を貸してください。魔女フローラの一番弟子、負けません。さあ、貴様の力を見せてみろ。
そうでなくては。さあ本番といこう。ゴーレムで時間を稼ぎます。一人ずつ確実に倒していきましょう。難敵ですね。頼みましたよ精霊さんたち。お手数をおかけしました。貴様も引き裂き食らってやろう。など我らの餌にすぎん。餌となれ。
さて追っ始めるか。ブイヤベース風磯鍋です。久しぶりの海の幸なので腕を振るったつもりでしたが、塩が効きすぎましたか？いや、ちょっと口の中の傷に染みただけだ。いけるぜ、こりゃ。しかしなんだな、その頭。もはや黒い剣士って感じじゃねえよな。ちょびっと白い剣士。ほぼ黒い剣士。勝手に言ってろ。で、結局どういうとこなんだ、おめえの国ってのは。あえて猛サバ、エルフヘルム、そこは遥か西の海に浮かぶユートピア。花は咲き乱れまくり、鳥は歌いまくり、エルフは踊りまくる、以下同文。エルフヘル。ヘルちゃう、エルフヘルム。おめえみてえのがうじゃうじゃいいんだろ、エルフヘル。私、聞いたことあります、お師匠様から。西の海にある伝説の島で、名前はスケリグ島。レージュの森と同じ狭間に属しているので、海図にも載っておらず、普通の人間にはたどり着くことはできないのだとか。その島ではエルフたちと一緒に多くの魔術師が暮らしているそうです。私も一度この目で見てみたいと思っていました。どうしました？霧に紛れて何か来る。いつもの資料さんたちでしょうか。語符は完璧です。そんなことはありえないはず。このオドは資料よりもレージュの館を襲った怪物たちに近いです。確かにこの感じは死と来ます。バカでっけえトカゲは、ドラゴン？違います、これはワニ、異国の動物です。動物に霊を宿らせて作り出した魔導生命体、使い魔よ。誰かが操ってるに違いないわ。小屋を守る陣を張ります。少しの間、時間を稼いでください。魔術の力が最も発揮されます。ここが聖地でなくても陣を張れるのです。ここは手分けしてあげましょう。
つはやべえ。できねえのか、俺は。じゃ、炎症に集中できない。炎症に集中できない。今度はちゃんとやんなさいよ。これでひとまずこの小屋は安全です。使い魔の群れを操る術者を探します。いました、海辺の岩陰です。大丈夫だ、なまった体をほぐすにはちょうどいい。満月の夜は最も人の心を狂わせる時でもあります。十分に気をつけて。
術者を探ります。少し時間を。実践をやってくれ。スカイマは肉体を持った存在なので防壁の効力には限界があります。気をつけて。守られています。先に洞窟の中の術者を倒してしまいましょう。そっちは無事か。今戻る。待って、ガッツさん。何かがそこに。あんな生き物がいるのかよ。オーグルよかでっけえぞ。だけならばともかく、私の防壁ではあんな巨大な物体は止められません。くそ。
このままじゃ押し切られる。ダメ、いけない。それ以上戦っては。やべえ、このままじゃ。あれではまた傷が。私が引き戻します。人間離れしてな。けどえげつねえ戦いっぷりだな。伝説によれば狂戦士と呼ばれる者も味方にとっても恐怖の対象だったそうです。近くにあるものは全て敵味方問わず切り伏せたからだと伝えられています。まさかガッツがそれだって言うんじゃ。黒くうねる闇の海原が俺を不快に皆様に引き寄せる。うなるような轟き。敵は倒しましたけれど、こちらのことが分かってない。来る、皆さん下がって。まだかよシールケ。ガッツさん、ガッツさん。光水面。ガッツ、正気か。ざまあね。結局あいつの言った通りかよ。そうやって自分の中だけでまとまっているとひねた大人になっちゃいますでしょ。そうだったな。そうだぜ。なんだか知んねえけど、こいつの魔法がありゃ正気に戻れんだろ。だったらいいじゃん。あなたはことの重大さが分かっているのですか。一歩間違えばガッツさんの命に関わる。んなのいつものことじゃんよ。やばい目にあったかもしんねえけど、俺らが生きてんもその甲冑のおかげだろ。私もそう思います。今はできたことに純粋に喜ぶべきです。危ないのは承知の上ですし、こうして全員生き残れたのですから。ったく、女子供に寄ってたがって慰められちまうとは立つねえな。ま、今回はそういうことにしておくか。あとほんのわずかで俺は。シールケってあれこれ世話焼きまくりで、ガッツのあれなんだっけ、女房みたいだよな。何を言ってるんですか。この猿はバカバカしい。あまりくだらないことを言ってると燃やしてしまいますよ。母ちゃんみたいって言おうとしたんだけど言っちまった。なんだあれ。
ルピコは紋章官でしたので、国や諸侯、騎士団などの紋章は全て頭に入っているのです。すげえなお前、ただの召使いじゃなかったんだ。ただの召使いだったんですね、あなたたちの中では。あえて否定はしませんけど。思い描いてください、今見ていたもののイメージを。これは魔術師になるための初めの一歩です。魔術は呪文や象徴に呼応させてイメージを連鎖することで初めて効力を持つものなのです。ものを具体的にイメージできれば私にも魔法が使えるようになるのですね。さて、追っ始めるか。体が大きいだけなら脅威ではありませんが、
に力を貸してください。うまくいったようですね。Yeah!
守りきれたようだな。すげえ、まるで兵隊の国だぜ。まるで法王朝強権の軍隊の見本市ですね。どうした？いえ、別に。ただ野蛮だなと。この物騒なきな臭さ、体に馴染む古巣の匂い。どこの軍隊がいっちゃん強えんだ？そうですね、装備を見ればチューダーなのでしょうが、動員できる兵隊の数も見なければなりません。それに団長の素質が問われますね。頼りになりそうか、兵を惜しんでくれそうか。要は強くって人に慕われるカリスマ団長ならいいんだ。男なら己の腕一本で成り上がるもんよ。そうそう、一人いました、カリスマ。グリフィス卿、率いた傭兵団は鷹の団。百年戦争において無敗を誇り、戦乱を終結に導いた伝説の傭兵団の団長です。もうそれなら俺も知ってぜ、男の常識。そのグリフィスってのもすげえけどよ、鷹の団のなんとかっつう切り込み隊長がアホみてえにどつええのよ。なんせ一人で100人から1000人からぶった切っちまったんだからよ。しかし皮肉なことに、そのグリフィス卿と国王との確執がミッドランドが今日に至る運命の原因だとも言われています。大乱が始まろうとしていた。やがて町を包み込むだろう恐怖の霧は海より迫っていた。かあ、ダメだダメだ、話になんねえ。町中の船主に当たってみましたが、全て軍用として徴収されていて、どこも話す間もなく追い返されました。見通しが甘かったか。港にさえ着きゃなんとかなると思ってたが、どうやら今までの出たとこ勝負の旅とは勝手が違うみてえだな。あの、私に任せていただけませんか？え？なんだよファル姉ちゃん、当てでもあんのか？まさかファルネーゼ様。ちょっと出かけてきます、セルピコ。